僕は今まで地下鉄の東京メトロの駅構内や都営地下鉄の駅構内で壁や天井から漏れ出てくる地下水の中からメクラヨコエビなどの地下水性の目が退化した甲殻類を探してきましたが、未だに水虫という甲殻類しか見つかっていません。東京の地下鉄はさすがに生き物探しには都会すぎるかなと思って、もうちょっと田舎の地下水でチャレンジすることにしました。皆さんはモグラ駅って知ってますか？モグラ駅は地下鉄と同じように地下にある駅なんですが、地下鉄じゃなくて普通に地上を走る路線の途中に山があったらトンネルを通りますよね。モグラ駅はそのトンネルの途中に駅があるという珍しいパターンで、群馬県最北端にある JR 上越線の土合駅や新潟県の越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインにある筒石駅という2つの駅がモグラ駅として非常に有名です。今回はその2つのモグラ駅で目が退化した地下製の横エビなんかを探していきます。まず前編として、地下70メートルもの深さに駅のホームがある日本一のモグラ駅土合駅に行って調べてみます。ということで土合駅に着きましたが、ひどい天気ですね。昨日からずっと雨が降ってるみたいです。標高高いからがっつり雪が残ってますね。でも今日はあえて天気が悪い日に来たんですよ。雨が降ることによって山の保水力を上回る水分量が供給されるんで、モグラ駅の中でたくさんお漏らししてるはずなんですよね。今日はイケメン漁師の荒川さんと、はい、どうも荒川です。ただただチャラいだけです。ザリガニ醤油職人のまさびさんです。はい、この道30年です。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、モグラ駅と呼ばれるホームがね、トンネルにある地下の駅に来ましたなんですけど、まずこちらは上り線でして、まあこっちは普通よ。上り線は地上なんですよね。雪が溶けかけてるのもこれ水量増加の一因になってるな。これきっと地下水が増えてる、うん、雪って地下水に影響してるんですか？絶対してますね。行きましょう。下り線が地下70メートルぐらいあるんですよ。階段が500段ぐらいあって。そう、じゃあ朝練の部活じゃないですか。そうそうそう、ここ谷川岳に登る人が多いんで、はい、そのウォーミングアップでそこ登る人いるらしいです。で今からウォーミングアップで500段行きますか。廊下も100メートル以上あるらしいですよ。長、夜来たくねえなここ夜な、うん、すごっ階段長っ。あ、でもなるほどね、ちゃんと水を流す水路があるんだな。こっち側も多分地下水を下に流すための通路だと思うんですよね。階段が滑らないように水分けてると思うんですよね、水が通るところ。じゃあこの壁に出てるのは液漏れですか？あ、多分そろそろの地下水になってくると思います。いやこれ絶対いるっしょ、なんか絶対いそう。エクラヨコエビマジでこういうところいるんですよ。え、これ湧いてますよね多分そこから。あ、そうですね、湧き水ですね。今回の狙いはこういうところなんですか？そうですね、地下水に住んでるエビが多分こういう石ひっくり返したらいると思うんですよね。サワガニ的なノリで出てくるの。そこから出てる水は全部地下水ですね。そうですね、水虫とかは表面にいるんですけど、横エビはこの地面の中潜ってるんで、だから石ひっくり返さないと出てこないですね。で第一、上から見て見えるようなサイズ感でもないですよね。そうですね、まあ大きくて1センチぐらい。もうちょいさ、折り切った溜まってる場所じゃないの？やっぱいっぱいいるとしても。いや多分そうですね、もうちょっと水が溜まってるところが良さそうな。あんま深く行き過ぎてもいなくなっちゃうんですか？いや多分いると思います、まあ、ホームとかにも全然いる可能性あります。何なんですかね、コンクリの匂いとかですか？めっちゃ好きなんですよ。あー分かる。代々木公園の地下鉄と繋がってるマスみたいなところがあって、そこから電車通るためにもわーって出てくるんですよ。へえ。マニアックすぎる。何これ、なんかこの金かな、汚っ。あー鉄のバクテリアかなかもしれないですね。多分そうだな。よく汚ねえドブで見ますよこれ。そう、あれまあ汚いけど、うん、そんなに見た目ほど汚いもんではないと思う。鉄かなんかに反応してるんですよね。そう、鉄バクテリア、うん、を生成してるバクテリアですよね、酸化鉄を。これね、生き物絶対いるんだけどアクセスできないんですよね。でね、面白いことにここが今右側がね、ちょうどなんすかね、地衣類ですかね。菌類と藻類が共生したものです多分。死んでますよね絶対これも。腐ってますよね。うん、広がりを感じないし、これ旗から見たらやばい人っすね。やっぱ春になって変な人が出てくるんですよね。気持ち悪い。あ、やばい人がいますね。お、生き漏れじゃん。おー素晴らしい。どっから漏れてますこれ。この下じゃん、中水溜まってるやん、うん、だこの下が楽園になってる。これはみ出てる生き漏れです、ね、そういうこと。そういうことか。でもこの下はさすがに何がいても見つからないっす。剥がしたいっすねこれ。壊して剥がして。水が汚すぎてなんか生き物の気配があんまりしない。泥水だし、なんかうわ汚っ。なんか油膜みたいの張ってんだけど汚な。何これ、めっちゃ漏れ出てんじゃん。最高なんだけど。だ大雨降った後にこっから生き物がバーって出てくるんですけど。マジっすか。下に水が溜まってたら多分見つかったんですよね。あ待って、ここ最高じゃん。
いや、ここ絶対いるでしょ。立ち入り禁止なんでここ入れなかったんですけど、ここから合法で入れますよ。水がめくら横で見ますよ、絶対。さっきまでね、上は立ち入り禁止だったんですけど、ここで急に解禁されてます。しかも溜まる形状なんで、ここにいるでしょ。絶対いますね。なんかそこ暑くないですか。やばいっすね、ここ砂の中にめくら水虫もどきが潜ってることあって、ここで見つけないとマジで見つかんないよ。めくら水虫もどきでもいいんだけど、いやーこれどうなんだろう。渓流魚とかこういう滝つぼの落ち込みに溜まりじゃないですか。なんか海外のさ防空壕とかじゃない、これ地下壕だよね。うわすごっ、これ駅なん。いや、やばいね。着物関係なくワクワクするもんね、こういうところ。うわめっちゃ水出てる、いいな。うわ見て、中入ってる。これ線路降りたら迷惑 YouTuber だよ、よくいる。飛び降りて線路。え、これなんか超長いスポイトとかであそこの水映画に映ってたな。確かに。え、うごめきさん、なんか最近の動画でポンプ買ってませんでした、はいはい、あ、ポンプ買いました、電動ポンプ。あの水汲めば取れません。あ、そうっすね。ここにポンプ下ろしたら水汲めるんで。絶対無理やん、この水深。地下生生物っていることはいるんだけど、アクセスが難しいですね。ここに水が溜まってたら結構探しやすかったんですけど、きつ。登りが寒かったのにめっちゃ汗かきました。残念ながら土合駅ではめくら水虫もどきもめくら横エビも見つからなかったので、ホモサピさんと荒川さんに地下製の横エビを見せるべく前にも行った湧き水を案内しました。ごみきさんがね、水虫を発見した。これ水虫は目があるのすごいわかりますね。顔がありますよ ね, ね。上でうごみきさんのスーパーアイを使って横エビを探してもらいつつ、荒川はここでひたすら待ってます。なんかタスマニア島に巨大ムカシエビがいるらしい。あ、でも白くないやつですよね、ムカシエビだけど。そうアナスピデスタスマニアイ、あれか、それこそさっき言った水虫みたいな、そう地下製のやつじゃない。浮いてるこいつが小島地下横エビなんじゃないかなっていう感じがするけど。え、めっちゃ見やすいっすね、それ使うと、うん、小島地下横エビ。いや多分目がないもんね、ちゃんと。え、ないですね、目。もともと横エビって海ですもんね。そうですね。一体どうやって海から洞窟に入って湧き水に潜んで山の中で出てきたんだろう。すごい、それを考えると面白いっす、やっぱ。え、これ一日中見てられるんだけど。ここでは前回同様、小島地下横エビという目が退化した横エビを見ることができました。その様子は荒川チャンネルさんの方でもすでに公開されています。こちらの湧き水からはこれだけの水虫と横エビが採取できました。まあこれはこれでおもろいんですけど、まあまだね、地下鉄で見つけたいんで。さて後編は新潟県糸魚川市にある地下40メートルもの深さにある筒石駅というモグラ駅で地下水性の横エビを探していきます。およそ600メートル先、左方向です。崖の広範囲に水が滴ってますね。新潟県でこういう場所を見つけるとね、黒沢粒水虫っていうちっちゃい甲虫がいることがあるんですよね。カワゲラの幼虫はいますね。ヒメフナムシの一種もいますし、あとなんかよくわからん陸生の巻貝もついてますね。黒沢粒水虫はすんごいちっちゃくて1ミリぐらいだから見つけるの大変ですね。横エビがいました。これは地下水性ではないですが、横エビなのに縦になって歩いていますね。後編を楽しみに待っててください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。